この秋、新しい空の旅が始まります。始まるのは2つ。まず1つはエアバス A350 ダッシュ船が国際線デビュー。そしてもう1つ、空の旅の楽しみ、機内食も。食べて美味しいだけでなく、体が喜ぶものにリニューアル。それがレッドアンダー35が手掛けるウェルビーイングな機内食。メニューを手掛けるのは35歳以下で競う日本最大級の料理人コンペティション。レッドアンダー35で好成績を残した新時代の料理人。そのトップバッターは2022年ゴールドエッグに輝いた大野直人シェフ。掲げるテーマはキュイジーヌボヤージュ。それは世界中の食に触れ確立した彼ならではの料理。バックパックに包丁を携え旅すること、実に42カ国。その土地土地の食文化を目で、舌で、肌で吸収。そして今年、満を持して地元福岡に自らの城、新を構えました。3年前にペルーからロックダウンで帰ってきまして、その時に最初は東京でお店出そうと考えてたんですけれど、まあ、今時代がいろいろ動いている中で、人も動いている中で、アジアの玄関口とも言われる福岡は、海外や県外からだけでなくこっちからも旅立つ時にすごくいい場所になるのかなと、まあ、一つの可能性を作るきっかけになれればなと思って地元の福岡を選びました。まあ、今まで僕が一人でしてきた旅を、今度はお店と一緒に、お客様も一緒に体験していただければと思い、まあ、僕が一つの、まあ、飛行機みたいなものですね。で、皆さんが乗客になって、でお隣同士の方も一緒に楽しんでいただくという、国だけでなく時間の旅を含めて旅というものをコンセプトに料理を出しています。雨土の色、風の匂いを皿に描いてきた大野シェフ。どんな機内食を完成させたのでしょうか。洋食はドライカレーを作りました。老若男女、国籍問わず、みんなが好きなものにしようと、水分を抜いて凝縮することで、まあ、すごい食べやすく、もともと料理の世界である五味五色、ものが揃うと体にもいいというものもありますので、そちらを意識して、まあ、彩りと、で子供も年配の方も召し上がりやすい辛さと、辛さだけではなくいろんな香りだったりスパイスを少し効かせて、まあ、長時間座っていても、まあ、高揚感高められるように、ついてから仕事に励む方も旅を楽しむ方にも元気になってほしいなって思います。これは間違いない、洋食に決まりと行きたいところですが、和食もこれまたすごいですよね、大野シェフ。焼き鳥をベースにした丼を作りました。僕は生まれも、まあ、育ちの少しは福岡なので、福岡の焼き鳥は豚が入るんですよ、まあ、豚バラと人気のネギマ、あとつくねをちょっと地元に寄ってますけども、ピーマンの上に乗せて、地元の飲食店さんでもよく見られるんですけども、ピーマンの上に肉団子でつくねを乗せて一緒に食べるという料理がよく見られまして、ピーマンが苦手な子供たちもお肉と一緒だったら食べやすいと思いますし、今回取り入れさせていただきました。同位同食という中華の考え方で、体の部位と同じ部位を食べると体が良くなるという考え方があるので、鶏もも肉で足だったり、やっぱり長時間座っているので、あと紅生姜をアクセントに仕立てています。日本初の機内食ですので、日本のものはなるべくホッとするようなものにしております。さすが大野シェフ、こちらも美味しそう。そうそう、
和食洋食に共通で添えられるサイドディッシュについても教えてください。一つ目がイカ明太ですね。これはもうイカと明太子は間違いないだろうと、多くの方に好まれる味をイメージして今回作りましたので、最も分かりやすい一品です。二品目が、パントマカというスペイン料理ですね。パンコントマテとも言うんですけれども、ニンニクを塗ったトーストしたパンの上にトマトをすりおろして作ったソースを乗せた一品ですね。すごいシンプルな料理なんですけれども、ちょうど去年の11月頃に3年前に働いていたペルーのセントラルとお店の2番手の夫婦が自宅に遊びに来てくれまして、その時うちに泊まって最後ランチを作ってくれたんですけど、その時に目の前で作ってくれて、すごいもうシンプルだけれども美味しいっていう。3つ目はレンコン饅頭ですね。揚げ出し豆腐とどっちにするか迷ったんですけれど、海外で修行してきた中で共通してみんなが大好きなのが揚げ出し豆腐とか、そういうあんがかかったものなんですね。フューチャー50フードの中にもあるレンコンを使って、伝統的な和食の料理の一つでもあるレンコン饅頭を少しもち粉を加えたり、あと食感も残して作りました。こんな手の込んだ料理を空の上で食べられるなんて最高。でもそれだけじゃないんです。この秋 JAL の機内食は心身が健やかになると言われるウェルビーイングな食材をピックアップ。これらの料理にも使われているのですが、どれかわかりますか？実はこれ全部、今回特にフォーカスしたのがセロトニンを生み出す食材。幸せホルモンとも呼ばれるセロトニンは、あなたをリラックスした快適な空の旅へと誘ってくれるのです。例えば洋食ドライカレーの隠し味リンゴに含まれるリンゴ酸は、腸内環境を整える効果があるとされ、カリウムは余分なナトリウムを体外へ排出してくれます。さらにお肉と一緒に摂取することで、タンパク質が血管を強くしてくれるのだとか。和食豚バラ焼き鳥丼で注目すべきは、お肉と共にいただく食材の組み合わせ。ビタミン B1 の多いネギや生姜と合わせると、鶏肉や豚肉の良質なタンパク質をより吸収しやすくなります。おいしいだけじゃない、食べるほどに体が喜ぶ JAL の新しい機内食。あなたも食べて未来の体変えてみませんか？選べる2種のメニュー、おさらいしておきましょう。世界を旅した大野シェフらしいスパイス香る一品。洋食はとろけるチーズのドライカレー。地元への愛をたっぷり福岡スタイルで。和食はつくねのピーマン添え豚バラ焼き鳥丼。大野直人シェフが手掛ける新しい機内食、オーダーはお決まりでしょうか？と言いつつ、メニューの人気が偏ってしまった場合はご希望に添えないこともあります。何卒ご容赦ください。おいしくてしかも体に優しいウェルビーイングな食の体験、 JAL と RED Under35 のコラボレーションでお届けする特別な機内食は、日本初の JAL エコノミークラスにてお楽しみください。